おはようございます。金運の金キラー T シャツでございます。今回ですね、ブラックの方でも簡単に取得できるクレジットカード、いわゆるザルカードのお話がまた舞い込んできました。タレコミでございます。非常に簡単にクレジットカードできますので、ちょっとね、自分の審査状況に自信のない方は試してみるといいと思います。じゃあ どんなカードがそんなザルカードなのかってことなんですけども皆さんご存知スマホのアプリでメルカリっていうのがあるでしょメルカリのメルカードっていうクレジットカードがあるんですよこれがですね実はメルカリの取引実績100回以上あればあとはほとんどザルで通るということらしいですレポートを読ませていただきます、えー、このメルカード一瞬で可決されました 私は完全ブラックでです。す、ね。年年収や金属年数の入力は不要他社借り入れが70万ほどありましたが大丈夫でしたメルカードの審査ですけどもメルカリの取引実績が重視されていて元記事の方、まあ、これ記事を読んだらしいんですけども100回以上の取引があったことが一つの目安になるということです だからメルカリでね、100回以上売買の取引があれば、まあたいこのメルカードを作れるんじゃないかなってことですよね。で、取引のない方は、取引件数を増やすために、安いものをね、やり取りするっていうことをやってもいいかと思います。で、初月のショッピング枠は1万円ぐらいしかありませんでしたが、次の月に10万円に増額されて、まあ、 クレジットカードとしてはままあまあ使えるかなってところらしいでで、すねで。クレジットカードを持っているといろんなことがやっぱり金銭的にできるようになってきて精神的余裕が広がったということらしいですそしてこのメールカードで実績を作った後は別のクレジットカードにも挑戦できるかなっていうふうにね言われてましたねはい、ということでねまあ自分のカード審査状況に自信のない方まあ10年前の私もそうだったんですけどもこういうふうにね 抜け穴カードっていうのがたまにあるんですよ私も当時ね何だったかなブラックでも作れるクレジットカードみたいなんであの通販のショッピングカードですかクレジットカード通販ショッピング用のクレジットカードを作ってできた覚えがありますねそっから他のクレジットカードにだんだん審査状況を広げていったってことになりますはい今回メルカリのメルカード是非お試しあれそれでは